スーパーカーリーグの第一戦で戦うミッドシップフェラーリとして登場したのが、2004年にデビューした F430 である。肝となる V8 エンジンは1973年デビューの 308GT4 以来基本を同じくしてきた旧ユニットではなく、新たに開発された 4.3 リットルだ。最高出力はかつての F40 をも上回る490馬力。このパワーを伝えるクラッチにはツインプレート式を新採用。トランスミッションは6速マニュアルと F1 マティックと呼ばれる2ペダルの6速マニュアルが用意されている。シャシー周りは1999年にデビューした360モデナの発展型で、アルミの押し出し材をアルミ鍛造材でつないだフレームを引き続き採用。 F430 へのモデルチェンジにあたっては、衝突安全対策として構造が一部変更されたほか、床板に航空機械では超超ジュラルミンと呼ばれる特に強靭な素材を採用している。シャシー仮面のディフューザー形状も改良。こちらも360モデナ比で 50% のダウンフォース向上を得たという。スタイリングはフェラーリの伝統でピニンファリーナが担当し、当時チーフデザイナーだったフランク・ステファンソンが手掛けている。先代の360だけでなく、1960年代の F1 やル・マンで活躍したマシンのデザインも取り入れている。またテールランプの造形は2002年に登場したスペチアーレ、エンソ・フェラーリ風のディテールが盛り込まれているのが特徴的だ。公表された最高時速は実に315キロ。オプションでカーボンセラミック製ブレーキローターまで用意される F430 は、間違いなくトップレベルのスーパースポーツカーである。